最近そのこちら、うん、カーシー博士のセルフヘルプ術ってやってるじゃないですか、うんはい、でいやこれは、うん、あの要は自分の選択で16タイプに分かれますよ、うん、っていうので外向と内向、うん、E と I で、うん、感覚と直感 S と N、うん、で思考と感情 T と F、うん、で認知 P と判断 J です、うん、で分かれますよって話をしていて、うんうん、でこれで4つの気質に分かれますよっていうんですね、うん、4つの気質は、うん、SP 気質、うん、感覚と認知の人、うん、あとは SJ 気質感覚で判断の人が SJ 気質ですと、うんもう一つが NT 気質、NT、直感で思考、うん、NT ですね、うん、でもう一人が、NF 気質、 NF 気質直感で、うん感情の人、はい、で分けますで4タイプ分けますね、うん、でその4つのタイプに、うん、ギリシャの四神、うん、4つの神、うんうんを当てはめました、うんうんここで、うん、この本では、うん、ギリシャの神話に出てくる、うん、有名な四神に例えて、うん、気質の説明をしますって出てきたんですね、うんうんうん、その4つの神とは、うんうん、太陽と美の神、うん、アポロこれは、うん、アポロは、うん NF 気質 NF 気質直感で感情の人アポロ多分タイトルそうですよね。そうか。アポロ。INFP。あ、そう。で、酒の神、ディオニソス、うん。このディオニソスというのは SP 型。うん、SP 型。SP なので、SP がディオニソス。ディオニソス。ディオニソス。はい。SP というのは感覚で認知の人。SP 型。はい。うん、で、あとは人間に火を与えたプロメテウス。プロメテウス。プロメテウスは NT、直感で思考。NT うん、そして、その弟で、うん、パンドラの夫、エピメテウス。うん、エピメテウス。はい。エピメテウスは、SJ ですね、うん。で、ここを読んだときに、はいはい、僕ちょっと待てと思ったんですね。うん、ちょっと待てと。うんちょっと待てと。ちょっと待てと。その四神とは、うん、すらっと読みますね、うん。太陽の熱と美の神アポロ、酒の神ディオニュソス、うん、人間に火を与えたプロメテウス、うん、そしてその弟で、うん、パンドラの夫エピメテウスだと。うん、ちょっと待てと、うん。あ、パンドラの夫っておかしくないかと。なんか例え方が、なんかその、ちょっと違いますよね。種類が。種類が、なんかその、なんて言うんだろう。太陽の美の神、うん、例えばお笑い芸人で言うとね、うん、例えばその、うん、笑いの概念をぶち壊した、うん、体育会系の、うん、トンネルズ石橋貴明、うんうん、路線図とか、うん、そのサッカーを愛し、うんうん、その知的を笑いに変えた森田和義、うん、笑いを探求する松本人志、うん、そしてミキティの旦那庄司みたいな、うんミキティに、そう、ミキティに焦点があって、それの旦那、僕、エピメテウスなんですよ。SJ 気質。僕は特別になりたいんですよ。で、その社会に出てね、うん、なかなか誰も特別と言ってくれない中で、うん、で自分でも特別になれなかった。うんからせめてこういう本で特別だよ、うんうん、あなたはすごい人なんだよって言われたいと思っていたのに、うんうん、パンドラの夫エピメテウス、うん、ちょっと待てなんです、うん、でまあ例え方はもうちょっとなんかありますよねなんかありますよねと思いますよね、うん、で僕がその、うん、要は最近なんかいいことねえなとか思って、うん、あそういえば神様に例えてたなと思って、うん、でこれを読んだ時にディスられたんですね、うん、強烈なちょっと待てとちょっと待てと、うん、ミキティの旦那かと、うん、みんながその石橋貴明とかって
言われているところで、すごい肩書きが、肩書きがある中で、ミキティの旦那、それミキティやんみたいな。そう。じゃあ他のところで、うん、この神様のことをなんて言ってるんだろう。うん、他のところ、あ、神様の紹介。神様の紹介を読んでみようと。で読みますね。うん、まずアポロン。うん、まずねめちゃめちゃ長いんですよ。うん、アポロンの紹介が40行ぐらいある。うん、でちなみにエピメテウス、うん、5行ぐらいです。この扱いもひどくて、うんうん、ちょっと簡単に書いてあるところからね。うんうん、アポロン、うん。アポロンとはギリシャ神話で、うん、詩、医術、芸術を司る若い男の神である。うんうん、後に太陽の神ヘリオスの神格を吸収して太陽の神となる。予言の神としての側面も持ち、デルフォイの神殿で、巫女たちを通して下したという神託は有名であると。うん、なんでギリシャのあるじゃないですか。うん、あれ建てろって言ったの、うん、アポロンなんですよ。なんかもう、ふーんって思いますよね。うん、かっこいい。かっこいい、うん。なんかニヤニヤしてますよね。で、このギリシャの青年の精神を代表する神とされ、うんうん、この神託の機能も、うん、アポロンが元来備えていたものではなく、うん、ピュトンという人を倒した、うん、で、デルフォイの守護神の立場を奪った際に身をつけたもので、うん、自らの予言の力を人間に分け与えることもできる、うんうん、で他のところに書いてあったのは、うん、この人、うん、ゼウスの息子なんですね。アポロン、そう、うん、ゼウスの 直接の息子なので、うんうん、十二神に入ってるんですよ。うんうん、なんでその他のこの4つの神の中の、うんうん、プロメテウスも、うん、デュオニソスも、うん、エピメテウスも、うん、十二神に入ってないんですけど、うんうん、アポロンだけ入ってるんです、うんうん、ちょっと別格なアポロンで、デュオニソスっていうのはどんな神かっていうと、うん、これもまあちょっとなかなか褒められていて、うん、まあローマ神話ではバックス、うん、バッカスっていうじゃないですか、はいはい、酒の神、うん、バッカスと同一視されていて、うん、このバッカスっていうのは創造しいという意味だと、うん、で豊穣とワインの酩酊のほか、うん、ブドウ栽培、祝祭、うん、狂気、同性愛、うん、異性、転生、演劇の神ともされる、うん、あでこれもまたオリンポス十二神に数えられることもある、うん、数えられることもあるです、うん、なんでアポロンとはやっぱりちょっと別格、うん、あアポロンは別格です、うん、で、以前は新しい神、遅れてきた神と考えられていたが、他のオリンポスの神々と同程度に古い神とされている、うん、まあ、なかなかちょっと不明な点が多いと、うん、なんでこのまあ、SP 気質、この SP 気質の人ってなかなか我々動画を上げてるんですけども、なんか見に来てくれる人が少ないなと思ってるんです。結構なんかこのパーティーピーポー、SP 気質、あ、SP 気質、デュオニソス、なのでなんか見に来てくれることは少ないなと思ってます。ちょっと特別感がある、リアル型、はい、で充実してる、はい、でプロメテウス、うん、プロメテウスというのは、うん、ギリシャ神話の神でティタン、まあ、タイタンですかね、うん、のタイタン、よく聞いたことあります、はいはい、地の神、うん、イアペトスとオケアノスの娘クリュメまたはアシアの間に生まれた息子たちの一人で、アトラスやエピメテウスの兄弟にあたり、うん、ティタン神族とオリンポス神族が覇権を争った時に、うん、プロメテウスは頭がいいので、うん、支配権がゼウスに帰することを予見して、うん、彼に味方した、うん、そのためティタンたちが、うん、敗れて大地に投げ込まれても、うん、彼だけは神々や人間たちと自由に往来することを許されたと、うん、ただやがてそのゼウスが結構人間に冷たく当たるところに同情したプロメテウスは、人間に対して容赦ないゼウスと対立していくんですね、うんうん、で対立していく中でその犠牲の牛を神々と人間を、うん、で分け与える方法を決める時も、うんうん、またプロメテウスが
天上の火を盗み出して人間に与えるんですって、うん、人間が黒い生活をしていて、うん、とてもまずそうなものを食べている、うん、それに心を痛めたプロメテウスは、うん、ゼウスはダメだと言っていた、うん、人間に火を与えてはいかんと、うん、あいつはバカだから危険だと、うん、いう中でプロメテウスは人間に火を与えた、火を与えた、うん、っていうところで、うん、プロメテウスは人間に必要な知恵と技術を教える、うん、まさしく人類の文化の恩人であったって書いてある、うん、でそこでついにゼウスは怒る、うん、怒ってプロメテウスは人間に対して仕返しをすると、うんうん、最初人間の最初の女性とされているパンドラを作って、うん、エピメテウス、このエピメテウスっていうのはプロメテウスの弟なんですね、うんうんうん、でエピメテウスのもとにパンドラを連れて行って、うん、人間にあらゆる災いをもたらすとともに、うん、このプロメテウス、ゼウスが怒って、うんうん、プロメテウスを、うん、コーカサスの岩山につないで大鷲に彼の肝臓を食べさせて、うん、でもまたプロメテウスの肝臓は蘇る、うん、また食べられるっていう、この無限に続く苦しみをプロメテウスに与えた、うんうん、でやがてまあ後に旅の途中のヘラクレスがこのついばんでる大鷲を射落として、うんうんうん、プロメテウスは、うん、とゼウスは和解するなんてストーリーがあるらしい、うんうん、要は知恵がある、先見の明がある、うんうん、賢すぎる、うん、で同情心もある、うんうん、から、うん、ゼウスの怒りを買って、うん、なんていうのが、うん、この NT 気質のプロメテウス、うん、かっこいいですよね、うんうん、かっこいい、アポロンもかっこいい、かっこいいバッカスもかっこいい、うん、あディオニュスですね、じゃあ、うん、エピメテウス、うん、知恵者の兄弟、うん、プロメテウスと対照的に、うん、愚か者だった彼は愚か者だった彼は、うん、プロメテウス、まあ、注意した、うん、パンドラっていう女性が来たよなと、うんうんうん、でそのパンドラっていう女性が、うん、箱を開けたいっていう、うん、ゼウスが持ってきた箱、うん、開けたい、うんうん、って言うけど、うん、プロメテウスは言うんですよ、うん、絶対開けるなよ、うんうん、絶対開けるなよってもうダチョウ倶楽部ですよね絶対開けるなよ、うん、って言うけどパンドラが開けたい、私開けたいっていうのを、うん、いいよ、鼻の下伸ばしてですよねきっといいよってエピメテウスは言った、うん、からパカッて開けたところ、うんうん、あらゆる種類の災いが箱から出たっていうのが、うんうん、このよく言われるパンドラの箱を開けたなんて言いますよね、うんうんうん、有名な話ですよね、はい、これ実はエピメテウス家で起こっていた、うん、エピメテウスが開けた、エピメテウスが開けていいよって言った、開けていいよって言った、要はゼウスがパンドラを作って美女を作った、うんうんうん、その美女がパンドラ、パンドラ、うん、でそれを、エピメテウスの元にもたら、うん、あげた、うん、でエピメテウスはちょっと鼻の下伸ばして、いいよいいよ開けていいよ、じゃあ美女が来たよ、はい、でまた別のところで書かれているのは、うん、釘を、要はプロメテウスが何度もね、うん、開けんなよ、うん、オリンポスの神々から箱があるよな、うん、開けんなよ、うん、って言ったけど、うん、もうパンドラに出たぼれだったエピメテウスは、うん、ホイホイ、うん、彼女を家に迎えて、うん、その結果出てしまったと、うん、ただその箱の中に出てきたのは、うん、プロメテウスは、うん、待って、あいつはそうやって言ってても開けるだろうな、予見してた、予見してたからその箱の中に最後に残っていたのが希望の光です。いいどんだけプロメテウスがかっこいいんだと、でどんだけエピメテウスが愚鈍なんだと、うん、という役がエピメテウスの役、うんうん、愚か者だったっていう人を、うん、なんで、そう、そこですよね。そこなんですよ。なんでエピメテウスあげた？だからいいものを手に入れた人。ああ、なるほどね、うん。宝物を手に入れた人。なるほどね。あ、確かにこのプロメテウスが、うん、このワシについばまれてる時に、うんうん、パンドラ。そう、絶世の美女。絶世の美女をはめらしてるのはあるかもしれない。うん、自分自身、人からの見られ方は悪いかもしれないけど。はい、
一番幸せだったかもしれないですよね確かに、うん、ギリシャ神話はちょっと勉強したいなと思って本を買ったので、またどこかで、面白そうです、ね、面白そうですよね、うん、日本では日本書紀、うん、古事記があって、うんうんうん、要は人間が神話を使って何かを説明しようとしてるんですよね、うんうんうん、それを、紀元前、うん、ギリシャの人たちは神話を作って何かを説明しようとしていた、うんうん、これはちょっと勉強したいなとは思ってます、うん、面白い、はい、じゃあここでこの4つの神エスピーキスのディオニソス、SJ のエピメテウス、NT の、プロメテウス、NF のアポロンはどう書かれているかをちょっと紹介したいと思います、うんはい、